ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は食べても食べても太らない7つの方法について解説します。太りたくないし痩せたいけど食べたい、このように考えている人は多いはずです。特に今あなたが食事制限をしているのであれば、そうした悩みを抱えている可能性は高いと思います。実際ですね、私の悩みにはこのようにそうした悩みってのが毎日たくさん届いています。安心してください。今日はこれまでこうした悩みを何百何千と受けて解決してきた経験から、そんなダイエット中の悩みを解決する方法をお伝えします。ぜひですね、たくさん食べても太らない体になりたいっていうのであれば、動画を最後までご覧ください。内容としては、最初に食べても太らないポイントについてお話しし、その上で食べても太らないようになるためには具体的に何をやればいいのかということを7つ挙げて解説します。では内容に入ります。まず食べても食べても太らないポイントについてです。食べても食べても太らないというと、いくら食べても太らないのかっていうふうに取られたかもしれませんが、残念ながらそうではありません。当たり前なんですけど、摂取カロリーが消費カロリーを超えて体が処理できる以上に食べ過ぎてしまえば体重は増えます。ではここで言う食べても食べても太らないっていうのはどういうことかっていうと、普段満足するまで食べていて、たまに羽目を外して食べ過ぎても太らない体、こういう状態を指します。何も気にしてないのに太らない、外食も普通にして好きなものを気にせず食べているのに太らない、ダイエットなんか全くしてないのに痩せている、こういう人はですね、今話したような状態にあるというふうに考えてください。そしてこの食べても食べても太らない体のポイントっていうのはですね、主に3つあります。食べても太らないポイント、1つ目は満足する量を減らす食欲コントロール。ダイエットせずに痩せている人は、普段から食事を節制してカロリーを抑えていると思いますか？実はそうではなく、自然と食欲がコントロールされているだけで、本人は我慢することなく満足するまで食べているけど、消費される以上に食べていないというだけなんですね。ちょっとわかりにくいと思いますので、数値を出して説明します。例えば、あなたの消費カロリーが1日で1500キロカロリーだったとします。そうすると、1日の摂取カロリーを1500キロカロリー以内に抑えると体重は増えず、1500キロカロリー以上食べると太るということになります。もうこれはいいですよね。もしあなたがダイエットをしていて、1日の消費カロリーが1500キロカロリーと分かっていれば、カロリー計算をして一生懸命1500キロカロリー以内に抑えようとするはずです。ただしここに食事の満足感は関係なく、どちらかというと今の食事じゃ足りないと感じながら我慢する人がほとんどになります。その一方で食欲のコントロールができていれば、カロリー計算をすることなく自然とですね、1500キロカロリー程度の食事で満足することができるようになるんです。ここに必要なのはですね、カロリー計算でも強い意志でもなく、あなたが1日生活するために必要な1500キロカロリーに合わせて起こる食欲のコントロールだけになります。食欲のコントロールができるようになると、本当にですね、体に必要な量だけで満足ができるようになるんです。今ですね、一生懸命カロリー計算をして無理に抑えている人には信じられないかもしれませんが、食欲のコントロールができるようになるとですね、このように本当にですね、無理なくあなたに必要なカロリー量で満足できるようになるんです。このようにですね、食べても食べても太らない体作りの基本は食欲コントロールになるので、ここはですね、絶対に忘れないようにしてください。食べても太らないポイント、2つ目は食べたものを効率的に消費できる体作り。必要な量だけ食べれるようになればいいっていうふうに言われても、私はできるだけたくさん食べれるようになりたいと考える人も少なくないはずです。当たり前なんですけど、代謝がいい人の方がたくさん消費できるので、その分だけ食べても太りません。逆に言えばですね、代謝が悪い人ってのは少ない量でも体で処理することができないので太ります。まあ、食べることが好きな人はできるだけたくさん食べたいって思うのはまあ普通だと思うんですね。で、ここで大事なのが代謝ということになります。例えば基礎代謝っていうのは、基礎代謝が高い人と低い人では当たり前なんですけど、高い人の方がたくさん食べても太りにくいです。なので基礎代謝に関わる筋肉量が多かったり、内臓が活発に働いたりするっていうことは、太らない体作りのためには大切になります。他にもですね、食べたものっていうのはエネルギーに変わるか脂肪に変わるかはどちらかなんですけど、効率的にですね、食べたものをエネルギーに変換できる人っていうのは脂肪がつきにくいというふうに言えます。またですね、もちろんなんですけど、運動量が多い人は運動量が少ない人よりもたくさん食べても太りません。このようにですね、食欲のコントロールっていうのは前提の上でなんですけど、筋肉の量や内臓の活動、エネルギーへの変換効率、運動量などは食べても太らない体作りにはものすごく重要になってきます。食べても太らないポイント、3つ目は食べ過ぎを続けないマインド。太らないためにはですね、週1回の食べ過ぎとかではなく、週5回以上、もしくは毎日などの食べ過ぎが続かないようにすることが大切です。週1回程度のですね、食べ過ぎだと太らないんですけど、週5とかですね、毎日続けば当然ですね、カロリーオーバーして太ってしまいます。ダイエットしてる人にはめちゃくちゃ多いんですけど、1回食べ過ぎてしまったことに対して、もう太ってしまった、ダメだと考えて一気に崩れて食べ過ぎが続いてしまうことになります。
正直ですね、週1回じゃなくても週2から3回ぐらい食べ過ぎであれば体重がどんどん増えていく、太ってしまうということはありません。なぜなら体っていうのはですね、食べ過ぎてしまったら消費カロリーが高くなったりとか、あとは翌日に食欲が落ちて食べる量が減ったりするような調整を起こすからです。冷静に考えてみてください。脂肪を1キロ増やすためには7000キロカロリー必要なんですよ。しかも今話したように食べ過ぎたら消費するカロリーが増えるので、仮に1日で7000キロカロリー余計に食べたとしても脂肪が1キロ増えるっていうことはないんですね。よくないのはですね、1回の食べ過ぎでこれはダメだ、もう太ってしまったと考えるような思考であって、そのですね、間違った考えのせいで食べ過ぎが続いてしまえば当然太ることになります。なのでですね、たまに食べ過ぎても太らない、大事なのは引きずらないこと、こういう思考を持つようにしましょう。食べても太らない人っていうのはですね、たまに食べ過ぎても太らないってことを理解しているので、まあいっかと気にしないか、少し運動を増やして消費でもしとくか程度しか考えていません。なのであなたもですね、このちょっとした食べ過ぎとかに対してですね、こういう風なマインドを持つようにしましょう。さて、ここまで話したようにですね、食べても太らない体を作るためには満足する量を減らす食欲コントロール、食べたものを効率的に消費する体作り、食べ過ぎを続けないマインド、この3つが大切になります。そこでここからはですね、これら3つを達成するために今日からやるべきことを7つ挙げて解説します。食べても太らない方法、1つ目は十分な睡眠時間を確保する。もうこれは改めて説明するまでもないですよね。食欲をコントロールするためには十分な睡眠時間や質が高い睡眠というのがめちゃくちゃ大事になってきます。寝不足になると食欲に関するホルモンバランスが崩れたり、イライラや疲労が強くなったりして食欲が乱れてしまうからです。もうですね、睡眠に関しては細かいことを省きますが、大体ですね、7時間睡眠を目安にして寝起きがいい、日中に眠気が来ないっていうような状態を目指すようにしましょう。繰り返しになりますが、適量で満足できるような食欲コントロールを獲得するためには寝ることってのはめちゃくちゃ重要になってきます。食べても太らない方法、2つ目は炭水化物中心低脂質の食事。もうこれもですね、改めて言うまでもないとは思うんですけど、栄養バランスとしてですね、炭水化物をトータルカロリーの 50% から 60%、 タンパク質を 20% 前後、脂質を 20% から 25% 前後を目指すようにしましょう。なぜならこの栄養バランスがですね、カロリーを抑えつつ食事に対して高い満足感を得やすくなるからです。まずですね、食事の満足感に大きく影響している栄養素っていうのは炭水化物とタンパク質の2つになります。炭水化物を食べて血糖値が上がると食欲は抑えられますし、炭水化物やタンパク質が腸内に入ると食欲を抑えるような PYY-CCK といったホルモンが作られるからです。糖質制限はですね、逆に炭水化物だけの食事をすると食事の満足感が少なくなったり、すぐお腹が空いたりするっていうのには炭水化物やタンパク質不足が影響しています。まあ、血糖値が上がらなかったり食欲を抑えるようなホルモンが作られなかったりするわけですね。なので食事の満足感を高めるためにはですね、このタンパク質と炭水化物の両方が大事になるんです。もちろんですね、脂質っていうのも必要な栄養素ですし、脂質を取ることによって食欲を抑えるホルモンっていうのも作られるんですけど、減らすようにですね意識しても大半の人は脂質を必要量取ることができますし、意識しないとですね、逆に脂質過多になってカロリーオーバーすることにつながります。まあですね、先ほど炭水化物何パーセント、タンパク質何パーセント、脂質何パーセントという風な感じで話しましたけど、そんな細かいことはですね、あんまり気にせずに茶碗1杯のご飯を食べる、手のひらサイズのタンパク質源を取る、脂肪分は少なめにする、これぐらいの意識でも十分です。とにかくですね、炭水化物を極端に減らしたり、タンパク質が全くなかったりと極端な食事はせずに、厚労省が推奨しているようなですね、ご飯を中心とした食事を意識するようにしましょう。それがですね、結果的にですね、適量で満足することにつながります。食べても太らない方法、3つ目は食物繊維と水分が豊富な食品を選ぶ。3大栄養素をですね、ある程度意識できたら、次は食物繊維と水分を意識するようにしましょう。なぜなら食事の中で食物繊維と水分量が多くなるほど低カロリーで満足感が高くなるからです。もうですね、誰もが知ってる通りですね、食物繊維と水分っていうのはほとんどカロリーがありません。食物繊維もですね、カロリーはあるんですけど、正直ですね、ないと考えてもらっても大丈夫です。そしてこの水分と食物繊維っていうのはですね、カロリーがほとんどないにもかかわらず食欲を満たすっていう役割を持ってるんですね。あなたも野菜をたくさん食べたらお腹がパンパンになって他のものが入らなくなった、こういう経験はしたことがあるはずです。食物繊維や水分っていうのはですね、胃を刺激することによって満足感を高めてくれるんですね。例えば野菜や果物、スープなどは食物繊維と水分が豊富な食材になります。ちなみにですね、ご飯とパンだと圧倒的にご飯の方が水分量が多いので満足感も高くなるんですね。まあ一般的に言われていることなんですけど、主食はパンよりもご飯を優先する、毎食汁物や野菜をつける、果物をできるだけ食べるようにする、こういったことを日々の食事で意識するようにしましょう。食べても太らない方法、4つ目は一口30回噛む。誰もが無料でできて、秘
肥満症の改善に有効なエビデンスとして認められているのが噛むことになります。咀嚼っていうのはですね、脳にある満腹中枢を刺激することによって食欲をコントロールすることにもつながりますし、自律神経を刺激して消費カロリーのアップにもつながるからです。もうですね、なんか当たり前すぎてあんまり意識できてないって人も多いんですけど、噛むっていうのはですね、ダイエットの中でも珍しくですね、全員にお勧めする方法になります。最終的にはですね、一口30回を目指してほしいんですけど、最初はですね、時間が取れる食事の時間帯に一口20回から噛むことを意識してみてください。意識するだけでなくですね、ご飯を玄米にする、ごぼうなど硬い野菜を入れた料理を増やすなど、強制的にですね、噛まないと食べられないものを増やしていくこともおすすめです。ちなみにですね、私も20代前半までは全然噛んでなかったんですけど、主食を玄米にして意識して噛むようになったら、今ではですね、かなり噛まないと飲み込めないようになっています。なので最初から30回ができなくてもいいので、少しずつですね、咀嚼回数を増やしていくということを意識してみてください。食べても太らない方法5つ目は、鉄とビタミン B を意識する。食べたですね、糖分、炭水化物や脂肪を効率的にエネルギーに変えるためにも、特にですね、鉄とビタミン B を意識するようにしましょう。鉄やビタミン B っていうのはですね、糖や脂肪をエネルギーに変えるときに必要不可欠なだけでなく、多くの女性に足りてないからです。糖や脂肪を体脂肪として蓄えるのではなく、エネルギーとして利用するときには様々なですね、栄養素っていうのが必要になります。中でもですね、このエネルギーを作るときにビタミン B と鉄っていうのは重要な栄養素であるにもかかわらず、多くの日本人の女性に不足している栄養素だというふうに言われています。鉄といえばですね、レバーやカツオ、ひじき、小松菜、ほうれん草などに多く含まれています。ビタミン B に関してはですね、 B といってもたくさん種類があるんですけど、その中でもビタミン B1、B6、ナイアシンが重要であり、肉や魚、内臓、穀物などから摂取できます。まあ、正直ですね、鉄とビタミン B に関しては食事からだけだと不足する人が多いので、サプリから取るのもありだというふうに考えています。ただしですね、ビタミン B ってのはですね、水溶性なので過剰摂取っていうのをあまり心配しなくていいんですけど、鉄はですね、過剰になると便が黒くなったり肌荒れしたりするので、体の変化を見ながらですね、飲む量っていうのを決めるようにしてください。ちなみにですね、ビタミン B っていうのはですね、ビタミン B コンプレックスといって、ビタミン B が複合的に配合されているものがおすすめです。私は女性ではないので、鉄は取ってないんですけど、ビタミン B のコンプレックスっていうのはサプリから取っています。食べても太らない方法、6つ目は、定期的に運動する。まあ、これもですね、当たり前といえば当たり前なんですけど、筋肉量を増やしたりですね、代謝を良くしたりするために、定期的に運動することは大切になります。例えばですね、筋トレをして筋肉量が増えれば、消費カロリーっていうのは増えますし、筋トレでもですね、有酸素運動でも、運動っていうのは、糖や脂肪をエネルギーに変える代謝が良くなるので、定期的にやると脂肪はつきにくくなります。もちろんですね、運動をいくら頑張っても、それ以上に食べれば脂肪は増えるんですけど、運動にはですね、食欲をコントロールするっていう効果も期待できます。そしてですね、この運動っていうのは、痩せるためにガッツリ筋トレをやるっていうよりも、健康のためにやっていくっていうイメージの方が、結果的に継続できますし、太りにくさにもつながります。まあ、食事にしても何にしてもそうなんですけど、特にですね、やっぱ運動っていうのは継続が大切です。そしてこの運動はですね、週5などできればベストなんですけど、忙しいのであれば休日の2日だけでも十分効果はあります。とにかくですね、今よりも1割でも多くですね、体を動かすということを意識して運動をやっていきましょう。食べても太らない方法、7つ目は、1回食べ過ぎても太らないことを理解する。先ほどもお話ししましたが、結局ですね、1回食べ過ぎても食べ過ぎが続かなければ太ることはないんですね。私自身ですね、よくお酒を飲むことがあって、まあ、正直ですね、週に1回以上食べ過ぎることがほとんどだと思います。まあ、カロリーを計算しないので細かい数値はわからないんですけど、外食が多い時とかはですね、普通に1日で3000から4000キロカロリーを超える日も少なくないと思います。もちろんですね、その食べ過ぎたら一時的に体重が増えることはあるんですけど、継続して体重が増えていくってことはありません。お客さんやですね、フォロワーさんの話を聞いたり経過を追ったりしていても同じような感じで、私の感覚的にはですね、週に 1,2 回食べ過ぎがあっても他の日が問題なければですね、体重は増えない人がほとんどになります。そうではなくですね、ドカ食いが毎日のように続いたり、ちょっとした食べ過ぎが積み重なった時に太るっていうのが現状なんです。特に注意してほしいのはですね、1回の食べ過ぎでもうダメだと投げやりになってダラダラと崩れてしまう人です。そんなですね、1回の食べ過ぎで脂肪は増えないですし、その思い込みがですね、その後の食べ過ぎにつながって太ることになるので注意しましょう。まあですね、食べ過ぎて落ち込む気持ちってのはわかるんですけど、現実的にですね、たまの食べ過ぎは太る原因にならないので安心してください。どうでしたか？食べ過ぎても太らない体を作るためには、食欲と代謝、メンタルという複数の面からのアプローチが必要になります。どうしてもですね、食べても太らない体というと筋トレばかりを考えがちですが、ベースはですね、食欲コントロールになるっていうことをですね、忘れないようにしてもらえればなというふうに思います。はい、では今回の内容は以上になります。
今回の動画が役に立つと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。また、今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して、一生懸命頑張りますので、まだチャンネル登録をされてない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では、また。